왠지! 大丈夫? 本当か? 心配させやがって! どうってことね。
出張った。遅れてきて指図してんじゃねえ。うわ、よっしゃ。よくここが分かったか。銃撃の跡をたどった。あんなことをするのはあんただけだ。へへ。お、どけどけ。これ何？人か？これがシンラの裏の顔だ。クラウド？安全な場所に移そう。他のことはその後。おう、そうだな。クラウド？よくやった。ウェッジのこと任せていいか。俺はここで仲間を待つ。ウェッジが生きてたんだ。可能性はゼロじゃない。俺は支柱の上でジェシーとビッグスと話した。だから二人の状況は知っている。帰ってくる可能性は。星に帰ったんだよ。帰る場所間違いやがって。立ち止まってたらあいつらに笑われちまうな。たく重てえな。
すまねえ。本当にすまねえ。他に当てがなくてよ。怪我人を追い出すような白状はできないよ。エルミナ、やはりエアリスを取り戻すべきだ。またその話かい。シンラの地下施設で人体実験の跡を見つけた。俺の方がシンラという組織を知っている。話を聞いただけでエアリスを解放するとは思えない。この世界でたった一人の古代種となれば、科学部門が黙っていないはずだ。科学部門には北条という人を人とも思わない。やめておくれ。でも少し考えさせてくれないかい。あんたたちも疲れただろう。今日はもう休んだらいい。眠れないのか。うん。クラウドも？足音がした。ごめん、起こしちゃった。気にするな、ソルジャーの習性だ。この前くれたお花、エアリスからもらったんだね。やっぱりおかしいと思ったんだ、クラウドがお花なんて。花言葉は再会だよね。嬉しくて調べちゃった。大事に取っておいたんだけどな、そのお花もなくなっちゃった。お店も家も全部。またなくなっちゃった。あんたには世話になりっぱなしだ。この恩は忘れねえ。俺にできることがあったら何でも言ってくれ。困った時はお互い様さ。エルミナ、あれから考えてみたよ。呼ばれている気がするんだ。だから私からもお願いします。助けたいんです、友達だから。
うすうす分かってたのさ。いつかこういう日が来るんじゃないかってね。それでもエアリスを助けてやっておくれ。父ちゃん。マリン。行っちゃうの？すまねえな、マリン。そばにいてやれなくて。父ちゃんだっていつも一緒にいたい。本当だ。でも、それじゃ戦えない。悪い奴らが星を壊そうとしてる。実はな、父ちゃん、そいつらと戦ってんだ。星やスラムのみんなを守るのが父ちゃんの仕事だ。はっ。だから行かねえと。マリンを助けてくれたお姉ちゃんを今度は俺たちが助けに行くんだ。助けてもらった俺、ちゃんと言わねえとな。うん。あのね、あのお姉ちゃんね。どうした？ううん。助けてあげて。任せろ。帰ってくるよね。ああ、絶対だ。マリンは大丈夫だ。よし、死んだビルに乗り込むか。目的を忘れるな。分かってるよ。エアリスの救出だろ。でも上まで